ブログをご愛読の皆様お久しぶりですこんにちは今宮崎におりますこの何年間かだいぶサボりましてブログを掲載しなかったのはサブコーチアイデアというのを発表するために随分その活動に追われ文字が 書く時間が少なかったですでちょうど今日はクリスマス、えー、もうすぐ新年が明けるんですけれども来年は少しし書き出しますそれとともに、えー、新しい新しいっていうか私の中ではサブコーチアイデアっていうのはもう二十数年前に、えー、開発して自分の指導方法の中に、えー 完全に落とし込んでいる、えー、非常に楽な指導方法です。でこれを、えー、なかなか文章で書くっていうのは難しいので映像にしました。それを私の頭の中で文章化できるものはまた少しずつ掲載し、えー、新しい年の始まりに、えー、ブログを始めたいとこう思っておりますので。 ぜひこれからもご愛読のほどよろしくお願いします。